ショータイム二等編の友人屋です。D 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、はい、私が、うん、もう情けないことに200本近いエニアグラムの動画を上げながら、うん、タイプジプシーだと、うん、で自分自身がで、ちょっと前の動画で、はい、あのタイプ5とタイプ7がお互いどう思っているかみたいな動画を上げたんですけども、その時にもうその通りですみたいなのをいただいたんですね。それを考えると踏まえると、あ、そうかと、僕おそらく3と6で悩んでいる。で、私のパートナーがおそらくタイプ6なんですね。ということは3と6の3と6の相性と6と6の相性、お互いがどう思っているかっていうのを読むと分かるんじゃないと思って、でも嫁がいる感じじゃないですか。はい、ここにその嫁がいる感じじゃないですか。あ、本当は本当は嫁が二等兵のことをどう思っているのか、もう妻よ、嫁ちゃんがどう思ってるか、そうそうそう、っていうのもあるかもしれないけど、僕が、あ、こっちのカップルだなって感じた方かなと思い、ちょっと実験的にその3が6のことをどう思っているのか、また6が3のことをどう思っているのかっていうのと、6同士がどう思っているのかっていうのをちょっとこちらですね、エニアグラムでパートナー探しでちょっと紹介したいと思います。はい、なんかありました？いや、ピントが合わないな。こっち側だとピントが合わない気がして。そうですね。なんかもやっとしてますね。もやっと。いつも輪郭が捉えにくいんですかね。いつもなんですけどね。髪型ですかね。輪郭が取りやすい。あのピントが明らかに僕パス切りやすいですもんね。まあ、パスは切りやすいかもしれないですけど。タイプ3がタイプ6、タイプ3がタイプ6、はい、に対して言うこと、思うこと、私はタイプ6が好きだと思っている、なぜならあの人たちは良心的で責任感があるから。要は私が3の時にパートナーに対して好き、なぜなら良心的で責任感があるから。自分にはないって感じじゃないですか。ああ、3の人は。はいはいはい。興味深い考えをし、ユーモアのセンスがあるから。私の仕事、業績をちゃんと認めてくれて、しかも私のイメージではなく、ありのままの自分を愛してくれるから。心が温かくて忠実だから。私には彼らが味方であることが分かる、他の人と一緒に私から去ってしまうなんて心配がない、他の人はみんな僕から離れていくけど私は仲間だよっていうのがタイプ6っぽいところじゃないですか。なるほど、だからこう安心さんの人を、はい、蹴落としていくタイプだから、はい、安心できる6の人が好きみたいなことじゃないですか。なるほど、今こうやって なるほどと思ってるのは、はい、あまりないかな。で、私はタイプ6とはうまくいかない、なぜならあいつらは、自分で責任を取らず、問題を他人のせいにして非難するから。あ、ごく些細なことで全体が否定されたと取るから、あ、これ俺だな。あ、ちょっと待ってくださいね。趣旨が動画の趣旨が、はいはい、人を侮辱し、自分が優れているような気配を漂わせるから、思考型のタイプ6は特に、これなんか俺やるな。ごめんなさいね、はいはい、物事がうまくいく可能性を決して考えようとしないから、彼らの悲観主義と不安に付き合っていると、もうこちらがどうにかなってしまうよ。俺はやりたいことがやりたいんだよっていうタイプですからね。っていうのを僕がちょっとこれ、あっと思うのは、我々この M8 招待2年以上ちょっとやってるんですけども、
ぱり未だにいい顔はしないですよ、うん、何やってんの、うん、何やってんの感があるんですね、うんうん、だからまあそこでいくと嫁はタイプ6だっていうのは間違いないって話ですよね。ああそう、ああ、そうですね。そう、そうなんですよ、うん、今日とかでも、うん、それ先週と同じ服だよ大丈夫あ俺はカジサックと一緒で、うんうん、同じ格好でもいいんだよ、うん、みたいな、うんうん、この朝からだから些細なことに多分気がつくというか、同じ服、毎日同じ服着てる、はいはい、なんか貧乏な人と思われるんじゃないかとか、それを避けようとしてコスチュームにしてんだよってあ、この、この、これ6度、じゃあ、うん、はいはい、6同士のところを見てみましょうと、はいはい、6が、うん、6に対して思うこと、うん、言うこと、うんうん、タイプ6の私が、うん、6の人が好き、うん、なぜなら私たちは、うん、私たち6ファミリーは、うんうん、一緒に刺激的な議論ができるから、うんうん、お互いの恐れ、うん、不安が理解できる、うんうん、おなんかあのああ分かるっていうのは多い気はしてます。不人気な立場を喜んで取るから、ユーモアで困難を乗り切るから、なんかしみるとしみるところがありますね。あとはお互いに守り合って人間関係を保ち続けることをはっきり約束できる、あと率直で公明正大で義理堅い、まあ義理堅い、ただあいつとはうまくいかない、うん、6だけど、うん、やっぱ 6ってどうなの、うん、って思う。なぜなら私たちはなぜなら私たちは、互いに否定的、うん、懐疑的な性質を強めるから、うんうん、どう取りに行くの、うん、何やってんの、うん、同じ格好だよっていうところですよね、はい、いいんだよこれはって、でお互いに、お互いにで2人ともあらゆることを台無しにしてしまう、うんうん、やめたらそんなの、うん、まあ悪い時っていうところ、ね、そうですね、お互いに、はい、今はもうさすがに言わなくなった、うん、あの70人ぐらいの時は何やってんの感もありましたけど、うんうん、はい、ほとんど何でも疑うから、うんうんうん、あとは何をしでかすかがわからないっていうのが人間なのに、予測可能な人間になりたいと願っているから、合理的な人はそうやって思うんですかね、予測できると思ってるんですかね、人生とかを。あのと予測できないことが不安なんじゃないですか、だからじゃなくてなるべく予測可能でありたいあと願っているから、と願ってる。で合理の人とかだと予測可能ではないって思ってそうですよね。大将どう思ってます。僕は楽観、楽観はまあどっちでもいいですよあ予測なんかできないとは思って、あやっぱそこは共通なんですね、うん、あでそれを、うん、6の人は、うん、なんとか予測可能にしたい、にしたい、うん、確かに僕もなんか、うん、つい動画を撮るときは、うん、これやれば何本か、うん、あ撮れますよ、あでそれ、でもこれ合理的な人も多分やりますよね。これ何本か撮れますよは多分本数が欲しいから、まあ、そういう結論になる、はいはい、けどなんか予測可能かどうかっていうと、これうまくいきますかねじゃないですか。僕はよくそれを言います。そうそう、はい、やる前これ面白いですかね、やりますね、でやるじゃないですか、言いますね。でそれに対して僕は、まあ、いいんじゃないですかやったらまあその立場で多分考えても分かんないから、まあ、とりあえずいいじゃないですか。めっちゃ懐疑的ですね私あとは、うん、なかなか決断できない性格だから、うんうん、これを読むと、うん、6なんですよ、うんうんうん、ただなんか最近我々あの、うん、ライブよく撮るじゃないですか、はいはいはい、そこで、うん、なんか僕ちょいちょい、うん、なんて言うんだろう、僕が、うん、あこの人3だなって思う人に対して嫌、うん、だなって思うところ、うん、要はなんかそのちょっと知識を、はいはい、ひけらかす感じ、3の人に対して、あ 3, の人自分と3の人が、うん、あ僕が、うん、このあの人は3だなって思う人に対して、うんうん、ちょっと嫌だなって思う時に思うのが、うん、なんかひけらかしてる感じ、知識とか、うんうんうん、あそういうとこなんか鼻につくな
って思うことを、うん、それはでも俺やってるなって思うんですよ。あ、自分も話すライブの時にそう、はい、僕今このライブですごい鼻につく言い方をしてるとか、うん、やってるって感じる時があるんですけど、それ感じません、うん、私から。それでもあんまりどうですかね、あんまり感じ、これもただ僕は不安に思ってるだけですかね。あ、そう思われてんじゃないかって不安。あ、やってん、俺やってるな、うん、3を、なんて言うんだろう、3をっていうか、うん、あの、あ、それこれですよねみたいな、うん、っていうのを3の人はそうやって思ってないんじゃないですか。鼻につく、僕が、はい、あ、なんか3の人はそもそもそうやって鼻につく人じゃないですか体調はね、ちょっとちょいちょいねちょいちょいっていうかね、あの3のいいところを見てないです。3のいいところっていうか、はい、まあ、そうやって言われるから、はい、3嫌いみたいな人はまあまあいるじゃないですか、うん、っていう、多分そういう鼻につくところだと思うんですね。ちょいちょい自慢的なことを言うのを、はい、多分これ自慢的に取られてるんじゃないかと思ったら言わないと思うんですよね。で、僕はなんかそれを巧妙に隠す、うん、もしくはこうやって言うことであらかじめ守るっていう、はい、だから、まあ、そんなに思ったことはない。なるほど、今これは僕は確かめたんですかね。これはこれやっぱり、うん、面白いんですけどね、うん、だから3の人はやっぱそう思うじゃないですか、はい、ちょいちょい自慢、自分では思わないんですか、ね、思わないから言うんだと思うんですけどね。むしろなんか俺すごいでしょって、なんか僕なんか、うん、昨日の動画とかでも、うん、ピーター・フランクルの夜と霧がね、うん、キリトみたいですねって言われた時に、うん、ああ僕それ知ってるよ、うんうんうん、みたいなのを発言をしたんですけど、うん、あ、今のこの発言もそうですよね、うん、え、でそこで、はい、別に僕それはまあ読んだので読んだのでっていうのもあるし、はい、まあ、それを言われても何ですか、あんと、なんだろうな、やらしい感じはするんですよ3の人。僕やらしい感じしませんでした、全然。それ自慢、自慢、俺読んだよそれ知ってるよ、そんなに思わなかったです、ね、うまくないからかそれはまあ僕が読んだことが、読んだっていうか読んでないですよ、ね、まあさらっとあの触れて知ってるっていうのがあったからかもしれないですけど、はい、でもそれで言うとそれを言ってきた人、言ってきた人コマちゃん、僕逆にコマちゃん読んだんだと思ったんですけどね。だから読んだ、それは読むことはありますよ、うん、コマちゃんはまあまあエリートですよ、もちろんもちろんでそれを、はい、要はでも頭のいい人っていうのはそういうのがちょいちょい出てくるわけじゃないですか。読んだっていうか、うん、ああいうのを読むんだですよ。ああでも、まあ、芸術の世界にいるから読むんじゃないですか。どす黒い世界ですよ、うん、でなった時に、はい、コマちゃんが言っても、あ、こいつひけらかしやがってとはそんなに思わない。僕は読んだんだ、そうです、ね、読んだんだじゃないですか、はい、でまたこいつ自慢してるみたいな感じには受け取らないじゃないですか。受け取らない。だから同じこと言っても、そうやって受け取られる人と受け取られない人が、あ、じゃあ逆にあいるんじゃないかなと。受け取らなかったってことですね。受け取らなかった。あ、うん、あ、まあ長い動画やって長いからっていうのもあるかもしれないですけど。あ、はい。これはまた皆さんで考えていければと。はい。でまたこんなタイプ診断もできますよと思ってます。うんうん、はい、はい、こんなタイプ診断、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。